ウォーレン・ベイティ、ウォーレン・ベイティ、ワーレン・ビーティ、本名、ヘンリー・ワーレン・ビーティ。1937年3月30日隊は、アメリカ合衆国バージニア州リッチモンド出身の映画監督、俳優、舞台俳優、演出家。作家、脚本家でもあり、ヘンリー・ W ・ベイティの名前で、ピアニストとしても活躍。映画プロデューサーとしても、数々のヒット作を送り出した。 長らく、ウォーレン・ビューティーと呼ばれてきたが、1990年、ディック・トレーシーが公開された時に、本人からの要望で、日本の配給会社が、より発音に近いウォーレン・ベーティーと呼び方を付加した。ただし、ウォーレン・ビューティー時代の作品の印象が強いため、未だに、ビューティーと呼ばれることが多い。日本語では、ビーティ、ベーティとも表記されることがあるが、 本人によると正しい発音はベーティに近いらしく、綴りに t を一つ増やしたのも bet などと呼ばれることを避けるためという。名門の芸能一家で育った。父は音楽家、母も舞台女優であり、姉に女優のシャーリー・マクレーンがいる。幼少期より演劇に親しみ、演劇のほか、歌や踊り、楽器などを教えられた。大学時代、後に、 中退に単身ニューヨークに渡りステラードラーに指示。その後、舞台俳優としてキャリアを積む。1950年代にはテレビにも出演を始めた。1959年、ブロードウェイからテレビ、映画に本格的に進出。1961年の草原の輝きで名家に生まれ育ちながらも奔放に生きる。 主人公を活発と演じ花々しいデビューを飾った。俺たちに明日はない、ボンニークライドで、スターの座を獲得する。1960年代、すでにスターの座にあったベイティだが、キャリアの浮き沈みが激しかったことも事実だった。しかし、実在した犯罪者ボニーとクライドの最後を描いた、俺たちに明日はないの足に心を動かされたベイティは、自ら制作を志願。 アーサー・ペンを監督に指名して、主演。折しも、ニューシネマブームが吹き荒れた時代において、この作品は、世界中から賞賛を浴びることになる。あ、1970年代も、記載ロバート・アルトマン監督と組み、流れ物から、寒尊の街の名刺になり、やがて没落する、主人公、ジョン・マケーブを描く西部劇大作、ギャンブラーや、社会をテーマとした作品。 パララックスビューなど異色の主演作品を連発。一方で制作者を兼ねた作品ではコミカルなラブロマンス、シャンプーや大ヒットしたファンタジードラマ、天国から来たチャンピオンを成功させるなど手腕を発揮した。1981年、ロシア革命を国名に記録した世界を揺るがした10日間の著者ジョンリーとの生涯を描いた歴史大作。 レッツでアカデミー監督賞を受賞。実際にジョンリードを知る在米有識者を取材。この時の回想コメントをドキュメンタリー式に劇中に織り込みながら資本主義国家に戦いを挑む共産主義者の立場を詳細に描写。こうした画期的な手法を見せたほか、この作品では脚本、制作を兼ね、自らもリードになりきった演技を披露している。 かねて1970年代より政治的な発言が公式に増えたベーティだが、この作品を契機に完全なリベラル派、もしくは左派として広く認知されてゆくことになる。他1990年、ディック・トレーシーでのコミックヒーロー、1991年のバクジーで世界有数の観楽街ラスベガスの礎を築いた実在人物ベンジャミン・シーゲル役、 1994年の名作同名作品のリメイク、巡り合いなどもすべて主演を務めながら自ら制作を兼ねた作品でありヒット作となった。なお、2002年にはテレビシリーズケージ・コロンボの新作でのゲスト犯人役として、翌年にはクエンティン・タランティーノ監督の異色アクション映画、キル・ビルへの主演が決まりかけていが結局いずれも実現しなかった。 キルビルは、続編も含め彼の代わりに、デビッド・キャラダインがキャスティングされた。作品でも、政治的、社会的な思想の影響が反映されているが、ベイティの名を広く知らしめたのは、政治的な活動である。民主党を支持しており、公けでもリベラル派を意識した発言が目立つ一方で、ビル・クリントン大統領の公認候補を決める、大統領選挙に民主党候補として、 出馬を模索するなど話題となる行動を常に繰り返した。映画においてそうした合衆国の政治情勢を痛烈に皮肉った1998年の監督、主演作ブルワースが彼の意識を物語っている。カリフォルニア州知事選の民主党候補との噂もあった。映画でのヒットの影で彼の女性変歴もまた華やかさを極めた。 その相手のほとんどが共演した女優たちであり、デビュー作で比例を演じたナタリーウッドと、プライベートで交際したり、ギャンブラーで共演したジュリー・クリスティ、レッツで共演したダイアン・キートンだと、相次いで浮き名を流したりするなどのゴシップも絶えなかったが、いずれも交際のみで、婚約までには至らなかった。他にも、噂となった相手は、フランス映画界のトップスターであるイザベル・アジャーニから、 マドンナまで、早々たる顔ぶれで、映画界を驚かせるほどのスキャンダルとなる。他には、レスリー・キャロン、キャリー・フィッシャー、カトリーヌ・ドヌーブ、フェイ・ダナウェイ、ダリル・ハンナ、メラニー・グリフィス、バーバラ・ハンシー、ジョーン・コリンズ、ウルス・ラ・アンドレス、マリア・カラス、ジャックリーン・ケネディ。姉のシャーリー・マクレーンは、こうしたベーティの私生活に対していめる発言をしたと、言われている。 これがこうをそうしたか否か、1992年、交際中の女優、アネット・ベニングとの間に女児ができ、同年に結婚。2年後には、男児が誕生。二児の父となった後はスキャンダラスな話題は浮上していない。今では4人の子供がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。